今回、出店いたします、有田焼の陶磁器問屋の有限会社金松堂の代表をしております。金子と申します。よろしくお願いいたします。弊社は創業、大体今年で60年になります。有田焼、それから波佐見焼といった、肥前地区の代表的な陶磁器を中心に扱っております。フェーズに出店する商品をこれからちょっとご紹介いたしますのでご覧ください。で、こちらは電車の箸置きです。最近作ったものです。ちょっと前の、103系っていうような電車の種類になるかと思います。こちらは新幹線の形ですね。小さいけど面白い商品を作っています。それからこちらは、国旗の形の箸置きです。来年オリンピックがあったら楽しみです。それから有田やハサミはこういう面白い形のいろんな形の箸置きがありますので、これはマヨネーズとかケチャップとかの箸置きです。パンもあります。これから夏になります。スイカ。それからこういう海のものとかもやってます。こちらは今度新しく出す抗菌をコーティングした輪入浴プラスですね。プラスっていうのは抗菌の意味です。ちょっとメタリックな感じに見えるかと思います。去年のニューヨークで行われた、ニューヨークナウという北米最大のトレードショー。で、部門別の最高賞をいただいたものです。これちょっとメタリックな表情ですけども、光触媒というのを皆さんご存知でしょうか。酸化チタンをコーティングして、光が当たることで抗菌ができると。不思議な方法なんですが、佐賀県の養業技術センターというところが開発した技術です。ちょうど今、いろんなことで関心が出てきていると思いますので、今回これをご紹介したいと思います。先ほど、リンニューヨークプラスという商品をご紹介しましたが、今ご覧いただいているような、リンジャパンと言いますけども、今百貨店等で展開しております。弊社のメインの商材です。今年のお土産グランプリ2020っていうので、グランプリと観光庁長官賞をいただいたものなんです。ここわかりますか？中に入ってるお酒が富士山の形に見えるっていうのと、メタリックな焼き物なんだけど、すごく金属に見えるような質感なんですね。初めての新しい展示会の試みとして始まるフェーズ。私もきちんと受け答えができるようにお待ちしておりますので、ぜひお問い合わせしてください。